21年10月に1日の中日戦以来の白星。この試合は悲劇の前触れだった。8回まで無失点の快投、完封の期待を受けて9回のマウンドに一度は上がったが、打者に投げる前に突然降板した。肘が悲鳴を上げかけていた。約2週間後、11月6日の CS 巨人戦には痛み止めの注射を打って登板、6回3失点と踏ん張ったが敗戦投手になった。数日後に肘のクリーニング手術、翌週も回復が思わしくなく、22年4月のトミー・ジョン手術に繋がった。強行登板させたの矢野政権の頃やろ？どんでんと変わらんやん。岡田叩きの金村当時の投手コーチでくさ。優勝するためにはしゃあないかもしれんかったが、岡田やめろって言ってる奴らが進行してた。当時の首脳陣が高橋壊してるのくさ。矢野も金村もやっぱり無能やん。何が中継ぎ運用がやねん。先発ぶっ壊してるやん。完封中後でヤクルト戦先発やったな。2021年優勝できんかったんは、高橋ハルトの呪いと言っても過言ではないやろ。結論ハルトを破壊したのは金村悟だったってことか。藤波が痛み止め飲んで登板した時から何も成長しとらん阪神タイガース。吉久とか色紙とか、キャンプイン前日退任宣言よりもエグい失態やろ。この強行登板はチーム事情的にもマジでしゃあなかった。V1 の焦りもあって CS で取り返さなあかん状況で、頼りになるのがハルトしかおらんかった。おかしいとは思わんけどな、矢野とか金村の運用を過度に信用しすぎなのよ。しっかり夏に怖がらせてくるな、ホラーすぎるわ。この試合肘を気にしてたのに、コーチがマウンドにすら行かず続投させてたな。解説してた球児もめちゃくちゃ怒ってたよ。それから2回続けて手術してようここまで帰ってこれたわ。過ぎたことはしゃあない。これから再起村上春人で先発陣を引っ張っていってくれ。